の中で彼はまるで王様のように空気を支配した。こんな世界があったのか。ミュージンはヤマハとご覧のスポンサーの提供でお送りします。何か面白いことはないか。刺激に飢えた若者たちが夜な夜な集うクラブ。その男が音を出し始めると空気は一変。フロアのエネルギーが同じ方向を向いた。これが音楽ユニットカプセル。カプセルの全ての曲を手掛けるのがサウンドプロデューサー中田泰孝。星島敏子のキュートなボーカルが絡むファッショナブルなサウンドが特徴だ。中田はトップ DJ でもあり、音楽的拠点はクラブである。刺激がいっぱいあって、もうそれをみんなで交換し合うっていうか、共有し合う場所みたいな感じですね。夜遊びの空間で弾ける音が異例のユニットを生み、 J-POP シーンを揺るがし始めている。昨年12月、原宿の街は中田泰孝のユニットカプセルで埋め尽くされた。タワーレコード渋谷店ではニューアルバムフラッシュバックが同時期にリリースされたビーズのアルバムを抑え、デイリーの売り上げトップに立った。 HMV 渋谷店にも単独コーナーが。カプセルの原宿渋谷での人気はとどまるところを知らない。中田は多くのアーティストのプロデュースでも異彩を放っている。その代表が鈴木亜美。ポップな疾走感はまさに中田サウンド。リミキサーとしても引っ張りだこ。リアリゾンのこの曲は中田が組み直した。4年前、スタジオジブリが制作した CM も音楽は中田だ。見る人はちゃんと見て、その才能を抜擢していた。お家で食べよ、ハウス食品。カプセルでの活動はもう10年に。作曲、アレンジから CD ジャケットのアートディレクションまで、ほぼ中田一人でこなしてきた。これだけの実績を持つ28歳、その素顔は。お疲れ様です。夜の原宿に溶け込むようにして現れた中田。この日はアイドルユニット Perfume のアルバム制作の打ち合わせ。 NHK と AC 共同キャンペーンの CM でもおなじみの Perfume。 デビュー以来、中田が全面的にサウンドプロデュースする、いわば秘蔵っ子だ。ネクストステップにそのパーティーが行くためのアルバムにぜひ行っていただきたいなというか、はい、それは自分もそう思ってたところなんで。本当ですか。はい、はい、7曲。まあ普通に考えたら大丈夫ですけどね。理想的な7曲だったらね、
お正月に曲を作ると。そう。そう。年末年越し DJ 終わってきて帰ってきて起きたら曲作り。中田はほとんど休まない。徹夜作業も多いそうだ。ミュージシャン、サウンドプロデューサー、DJ、いろんな肩書きを持つが、全部つながってますね。それはそれぞれ。コンセプトは違っていても それぞれあるから、じゃあこっちではこうしようっていうのが生まれてくるものなので、まあ、いい刺激になって作ってます。中田サウンドはどのようにして生み落とされるのか。自宅スタジオでの取材を受けてくれた。そこは都心の隠れ家のような3階建ての最上階。自分の制作スタイルに合わせた機材、なんとここでレコーディング作業の全工程を行っているという。拍子抜けするようなシンプルさだ。この日はボーカルの星島敏子も来ていた。小島さん、今日は、はい、このいつものスタジオに来てますが、どういった作業は聞いてません。作るのは中田。役割ははっきり分かれている。今日はですね、もうできてる曲なんですけど、ショップの BGM にするんですよ。青山のショップの店内で流す映像に自分の持ち曲をリミックスして音をつける。ファッショナブルな中田サウンドは美容や服飾関係者にもファンが多い。優先かかってるみたいになっちゃうでしょ。なんかもうちょっと伸ばしたりとかして、ここら辺とか。作業は突然始まった。ここら辺を声みたいにした方がふわっとする。やってみないと分かんない。やってみるか。越島のボーカルを重ね撮りしてみるという。そのためにスタンバイされたのはデスクの隣の電話ボックスほどのボーカルブース。こんなところで撮ってしまうんだ。今の音でハーで、ハー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 、はい、一回だけ撮るわ。はい。マイクから最終的には、まあ、目で見るとここに入ってきている感じになるんですけど、この一個一個がテープみたいな感じで、いじりたかったらこう後で編集もできるし、音をいじったりもできる。まあ、基本的には曲作っていくのはこういうのを重ねていく作業で、この繰り返しですね。録音したボーカルは中田にとっては音素材。加工を繰り返し求めるイメージに近づけていく。越島の声とは別物になってしまった。そこになんか結構抵抗ありますかとかよくインタビューでは聞かれるんですけど、全くなくて、それは声入れた後でも最終的な完成形とはまた全然違ったりするので。中田はどこで完成とするのだろう。完成ないですよ。そのタイミングでいいと思ったものにしかならないんで、例えば今日作業して完成しましたとかって例えば納得するじゃないですか。で1週間後に聞いたらなんかもっとこうしたいって、良くなるとか良くならないとかじゃなくて気分が違うし、その時その時のやっぱモードが違うっていうか、
常に完成形っていうところは動いている感じかな。驚くほど自分の気持ちに正直なものづくり。中田は城下町金沢の出身。幼い頃からピアノを習ったが、人の作った曲を弾くのに疑問を持つような少年だった。小学校5年生で作曲、中学で自宅録音を始めていたという。18歳で同郷の越島とカプセルを結成し、その4年後にデビューを果たした。メディアへの露出は少ないが、この日はニューアルバムの PR へ。渋谷のサテライトスタジオでラジオ出演。よろしくお願いします。星島さんはご自身ではこのユニットをどういうふうにこう捉えてらっしゃるんですか？もう10年ぐらいやってるんですけど、うん、なかなか辞めれないバイトみたいな。なんだいそれ。辞めれないバイトって言って中田さんちょっと今苦笑いしてましたけど。いや、また頑張って続けようとかって思ってないうちに10年経ってる感じなんで。そろそろでも店長とかになりますよね。そうですね、時給そろそろ上げてもらわないと。そうですよね。そういうコンセプトなんだね。そろそろ1000円超えないとね。そうですね、1000円超えてないみたいですね。超えてない。超えてます。超えてます。ありがとうございました。すいません、失礼いたしました。ありがとうございました。中田の音楽とは切り離せない原宿渋谷。ここら辺っていうのは街が生き物みたいなもんだと思うんですよね。あの新しいものが生まれやすいし、新しいところに対して積極的な人たちだと思うんで、自分でいいと思ったものがいいと思うもので、それが他の人がどうとかじゃない。これダサいよねとかかっこ悪いよねとかっていう生き方ってすごい簡単じゃないですか。やっぱかっこいいとか自分がこれいいよねとかっていうのって勇気がいるじゃないですか。そういう勇気を持った生き方がすごい好きなんですよ僕は。自分の価値観や感性を信じ切る。できるようでできない。イブの渋谷には中田目当ての列ができていた。今日は、クリスマスイブなんですけど、あのカプセルリリースパーティーのツアーのクリスマススペシャルということで、あの渋谷のクラブで今日は DJ とちょっとライブもやろうかなって考えてる。個人的にはクラブで DJ ないとき遊んだりしますか？全然しますよ。あの友達の自分が出ないイベントでなんか回してるやつとか呼ばれて遊びに行くこととか結構あるんで。はいはい先生、ありがとうございます。クラブ行かない人には怪しげな響きだが、原型はディスコ。日本では1970年代の後半、一大ブームが訪れた。その後ディスコはより豪華に、より巨大に変わり、やがて終焉の時を迎えた。そして生き残ったのが飲んで踊れる自由な遊び場、クラブというわけだ。2人揃ったところで、はい、今日のカプセルとしての抱負を、なんだろう、負けない。負けない。適当適当。なんだろう、まああんまり毎回ないですけどね、なんだろう、なんだろう、吐かない。飲みすぎない。飲みすぎない。酒に飲まれるのか。元気で楽しく健やかに頑張ります。クリスマスイブをそれぞれのノリで楽しむ客たち。 DJ ブースに中田が入った。一瞬で客が一つに。視線を独り占めにした中田はまるで民の前に現れた王様。そしてボルテージは一気に加速する。
瞬間的に音を加工し別の音を加える、楽器を弾いているみたいな。選曲はフロアの空気を見てその場で、予定調和では盛り上がりは作れない。みんなが中田の音に気持ちよさそうに乗っかった。 DJ としてすごいテクニックを披露しているわけでもないのに、フロアの空気は中田の思いのままといった感じだ。エネルギーが弾けた。じゃあ行きますよ。メリークリスマス。拠点はクラブ。分かった気がする。今日はですね、まあ、いつも通りなんですけど、なんだろう、気づいたら。なんだ、今までで一番長くやってたんじゃない？ 2 人で出てたのは今日。ステージ上に2人がいた。こんなに長く小島さんがステージにいたのは珍しいから、今日はすごいレアな日だったと思います。俺ももう返さない今日はと思って、ずっと戻れない曲、選曲をするとする。年が明け、この日中田が向かったのは自宅スタジオで音をつけていた店内映像が流れるファッションブランドのショップ。寝起きです。早速聞こえてきた中田サウンド。この店の服はもちろん中田のお気に入り。音楽が映像にピタリとはまり、ウキウキした雰囲気を作り出している。なるほど、服と音楽のコラボレーション。なんだろう、結構ずっと前から来てる店だから変な感じする。DJ の時にここのブランドの服を着て普通に DJ してたら、こう
あ、それうちのブランドの服だっつって、で挨拶したらプレスの人で、そうなんです、で普段着てるんですよみたいな話してて、そういろんなつながりがあって、こういう風になんか偶然がこういろいろ重なって、こうなんかね、こうあ、もともと好きなんですみたいなあるのがすごい出会いが面白いなと思って。気持ちのいい音楽を探すように中田は服を選ぶ。アプローチは一緒、うんね、2008年も中田は休みなしで走り続けている。中田自身のレギュラーイベント、大いに盛り上がる客たちは中田の自宅スタジオでの葛藤や生みの苦しみを知らない。でもそれでいいのかも。中田が作りたいのは音楽そのものではなく気持ちのいい空間なのだから。エクササイズですよ、こんな感じで。と言いつつ一番居心地が良さそうだ。時に時代を攻撃するように音楽を放つ中田泰孝28歳。結局彼は何をしたいのだろう。やっぱり退屈なんですよ基本的には。常にこういうのが足りないなって思う、そのなんか退屈さを埋めていくっていうか、そういうところで聞いてもらうといいんですけどね。自分がなんか鳥肌立つみたいな瞬間をずっと欲しいんです。クールを装ってもものづくりへの熱が溢れ出すミュージン中田泰孝。